一楽亭酒井水は、江戸時代の浮世絵師、長文斎秀行の門人、一楽斎ともゴー生命不詳、完成から京和秋にかけて、54点の西絵作品を残している。同門の鳥高、蔡英章と比べると、酒井水の方が活動期間が長い。そのほとんどは、おっとりとした表情が、特徴の美人大首絵である。また、 美人五石船屋内木和川に描かれている遊女、滝川や松葉や内染之助の顔を見ると、その太く黒々とした眉の描写がとても印象的である。画風は、秀行風というよりも、晩年の歌丸風である。西京では揃い物、美人五石、美人五条がミシリーズなどが知られ、兵庫や内月岡が重要美術品になっている。また、 今日は元年観光のシャレボン、色公尺一冊、同年観光のシャレボン、野良の卵一冊、同年観光のシャレボン、エビヨシユ吉バイ一冊、今日は三年観光の起拍紙、安倍川不助復讐二編五冊のほか、強化本や、若干の肉筆浮世絵美人画も知られる。以上に挙げた、シャレボン、好表子の作者はすべて実編者19であった。ありがとうございます。